背番号1番ゴールキーパーの山岸のいろです。今シーズン森下監督のもと全員で勝利をつかんでシーズンを戦い抜きたいと思います。ぜひ皆さんお仲間と一緒にスタジアムに喜びを味わいにいらしてください。よろしくお願いします。ギラバンツ北九州背番号2番有園慎吾です。今シーズン全試合フル出場しチームとしても昇格優勝して昇格することが一番だと思いますので頑張りたいと思います。背番号3番福森健太です。個人の目標は、自分の力を出し切って、チームに貢献することです。自分の持ち味である対人の強さと運動量を生かしてミクスタのピッチを、駆け回りたいと思います。背番号4番ミッドフィールダー川上龍です。キャプテンとしてチームを引っ張ってチームとして戦い抜くっていうところを目指してやっていきたいと思います。常に90分走り回るところと戦う姿勢っていうところを、見てもらいたいと思います。どんな試合でも熱いプレーをするのでサポーターの方もぜひミクスタに来てください。よろしくお願いします。背番号5番小野寺達也です。少しでもチームに貢献できるように練習から頑張っていきたいです。チームが一つになって生き生きした姿を見せられるように頑張りたいです。背番号6番ディフェンダーの福田俊介です。怪我が多いんで怪我をしないこととみんな心を動かせるようなプレーをして勝利にこだわって必ず今年はチーム一丸となって昇格したいと思いますのでミクスタにぜひ足を運んでください。よろしくお願いします。ミッドフィルダー背番号7番の重平です。全試合出場して2桁得点を取ることが目標です。来てくれた人が楽しいと言ってくれるようなプレーをしたいです。応援よろしくお願いします。背番号8番安藤です。今年は怪我せずたくさん試合に出るチームの勝利に貢献できるように頑張ります。背番号10番ミッドフィーダーの井上翔太です。去年は得点取れなかったんでしっかり得点を取っていきたいと思います。一生懸命チームとして、みんなが走って毎試合勝てる姿を見せれたらいいと思っています。チーム一丸となって J2 昇格したいと思うので応援よろしくお願いします。ギラバンツ北九州の背番号11番フォワード池本智樹です。まずは戦っている姿を見せたいですし今シーズンは大きくチームを入れ替わっているのでみんながまた試合を見たいと思ってもらえるようなそんなゲームをできればと思います。毎試合ゴール決めれるように頑張っていきたいと思います。皆さんの声援が僕たちの大きな力になるのでぜひスタジアムに足を運んで共に戦いましょう。よろしくお願いします。背番号13番の浦田一樹です。個人としてはまず試合に全試合出場して
10アシストっていう結果を求めてやっていきたいと思います。全力でプレーしているところと、まあ、やっぱ自分自身の特徴である左足のキックを見てほしいと思います。たくさん応援していただければ本当にありがたいです。みんなで戦いましょう。お願いします。背番号14番平井翔輝です。個人の目標は、まあ、試合に出て、まあ、多くのゴールに絡むことです。スピード感ある、躍動感あるプレーを見せたいなと思います。ぜひスタジアムへ来てください。よろしくお願いします。今シーズン筑波大学より加入しました背番号15番野口あたるです。自分の持ち味は、サイドでのドリブル突破だったりクロスボールだと思っているので、そういったプレーを、多くのサポーターの皆さんに、見せて、またそれをチームの勝利につなげられるようにプレーしていきたいと思います。背番号16番フォワードの佐藤聡太です。自分の特徴は一瞬のスピードで相手の裏に抜け出す、まあ、スピードなので、そこをサポーターの皆さんにも見てもらいたいです。チーム最年少としてスタメン出場を目標にして頑張りたいと思います。背番号17番加藤光健です。見ていただけるサポーターの方に少しでもね、サッカー楽しいとか面白いって印象残るような、プレーができればなと思います。試合にしっかり絡んで結果に残せるように頑張ります。背番号18番内藤洋平です。元気に走ってみんなを楽しませるようなプレーをしたいです。J3 優勝、そして J2 昇格のために全力を尽くします。よろしくお願いします。背番号19番川島大地です。もちろん勝ちにこだわる試合をするのもそうですけど、やっぱりお客さんを魅了できるような、プレーを、ひたむきさと華麗さと、そういったところを表現できるように頑張っていきたいと思います。自分のゴール、アシストをどれだけ得点に関われるかっていうのを意識しながらやっていきたいと思います。北九州が盛り上がるように全力で頑張りますので、ぜひミクスさんに応援しに来てください。よろしくお願いします。背番号は20番の花井翔です。たくさん点を取ってたくさんアシストをして、見ている人が楽しんでもらえるような、また来たいと思ってもらえるような試合を毎試合見せられるように頑張ります。ぜひスタジアムに来て応援をよろしくお願いします。背番号21番ゴールキーパーの高橋拓也です。今年は全試合にフル出場してチームに貢献したいと思ってます。見てる人たちに自分たちの熱い気持ちや熱意が、プレーを通して伝わるような、そこまでエネルギーのあるチームにしていきたいと思っているので、それを感じていただければなと思います。背番号22番ミッドフィルダーの藤原添です。まずは試合に出場することが目標です。自分のストロングポイントが運動量と守備のところでの献身性なので、全力でプレーする姿をミクスタで見てもらえたらとても嬉しいと思います。背番号23番木戸龍斗です。今シーズンの目標は試合に出て点を取ることです。
去年怪我で1試合も出れなかったので、今年こそはデビューしたいと思います。今シーズンは皆さんと共に戦えるように怪我に気をつけ頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。ギラバンツ北九州の24番川島信之です。個人としての目標は、やっぱり全試合にフル出場することです。チームとしても、フレッシュな選手が多いので、躍動感のあるプレーを、見てもらえたらなと思います。背番号25番の前田裕樹です。フォワードなんで点取ってミクスタを盛り上げたいなと思ってます。2桁得点狙っていきたいです。僕のコールで一緒に盛り上がってくれるサポーター大募集です。ミクスタ来てください。お願いします。背番号27番ゴールキーパーの中山海穂です。僕が入団した時からずっと応援してくださってる方のためにしっかり自分ができることを最大限に生かして、そういった皆さんにそういうプレーを見てもらえるように頑張りたいです。必ず試合に出てチームを J2 昇格に導きたいと思います。背番号28、ペース4です。개인목표는주전자리를차서그경기를많이뛰는게지금제목표입니다일단무기인나의무기인일단킥을바탕으로킥을집중적으로위협적인킥을때리는것을많이보여줄수있게할생각입니다뭐또간밭대시때민낯또勝ちたいです。頑張ります。ギラバンツ北九州29番の小谷健吾です。ゴールする姿を応援に来てくださるサポーターの皆さんに見せて、それが勝利につながるようなプレーを見せていけたらいいなと思います。J2 昇格に向けて早く復帰してチームに貢献できるよう頑張ります。応援よろしくお願いします。背番号43番ミッドフィルダー本山雅史です。よろしくお願いします。今年の目標は、みんなで笑えるように、頑張ります。個人的には献身という言葉をモットーに、しっかりチームのために献身的にやっていきたいと思います。最後まで諦めずに、自分たちのサッカーを表現できるように、今監督とやってるのでそれをしっかり出せるようにやっていきたいなと思います。今年1年、しっかり戦いますのでぜひ皆さん一緒に戦いましょう。応援よろしくお願いします。監督の森下です。勝ち点3を上げるのはもちろんですけども、皆さんの心に響くようなゲームをしたいと思ってます。苦しい時もあると思いますけども、ぜひ選手の後押しをよろしくお願いしたいと思います。ギラバンツ北九州のコーチをやってます、チョンヨンデです。試合終了のあのホイッスルが鳴るまでもう全力を尽くす、もう最後まで諦めない、そういった姿を見ていただいて、勝ちを多く皆さんに届けられるように全力を尽くしたいと思います。ギラバンツ北九州、トップのコーチをしています八津田康介です。ミクスターに来た際にはですね、得点する喜び、そして勝った時の笑顔、そういったところを楽しみにミクスターに来てください。よろしくお願いします。ギラバンツ北九州のキーパーコーチをしています高崎と申します。どうぞよろしくお願いします。とにかく躍動感あふれる選手が最後まで諦めないで戦うと、そういう姿をお見せしたいと思うので、皆さんも同じチームの一員ですので
ぜひ一緒に戦ってください。お願いします。